将来医療の現場で働きたいと考える高校生を応援するために松阪中央総合病院が開いたもので、今日は高校生およそ50人が医師や薬剤師などの9職種に分かれて仕事を体験しました。このうち医師の現場では皮膚に見立てた素材を使って縫合を体験したり、手術で使用するダヴィンチという器具の仕組みを教わったりしました。その後実際にシミュレーターを使って操作に挑戦。初めは苦戦していましたが、数分後には手足を使って器用に扱っていました。なんかすごい 3D とかの技術もあって、なんかすごいなって思いました。いい体験になりました。具体性を持った こういうオープンホスピタルっていう行動が、未来 その将来図を作るのに大事なんだなと思います。またリハビリ室では日常的な動きを行うことが困難な人をサポートする器具を作成しました。今日作ったのは靴下が簡単に履ける器具。生徒たちは自分たちが作った器具を実際に使用し、満足そうな表情を浮かべていました。病院というのはもういろんな職種がありますから、多職種合同でやろうということになって、もう初めて企画しました。楽しく学んでもらってね、何かを感じていただければいいかなと思います。